名古屋。それじゃあ次の場所は名古屋だ。ここはどこ？私は誰？名古屋と言ったら名古屋城だ。上まで登ってきちゃった。大丈夫なのか？こんなことして。大丈夫だよ、シャチホコ天ぷらにするだけだから。こんなことしたら怒られるよ。はいはいはい、チンチロポー。手羽。じゃあ次は手羽先だ。ここはどこ？私は誰？手羽先いっぱい食べるぞ。手羽先はねじって真ん中から分けてく。そしてお肉をかじって骨から取っていくって食べ方らしいけど、こんなの良くない。男だったら肉取って骨を食おう。それは男じゃなくて犬じゃない？はいはいはい、チンチロポー。味噌カツ。次に来たのは味噌カツよ。カツに味噌が乗ってんだって。ここはどこ？私は誰？僕だったら乗せるのは味噌は味噌でも脳味噌だ。何乗せてんだよ、これって大丈夫なの？はいはいはい、チンチロポー。脳味噌。だったらこの脳味噌に刺激を与える。ここはどこ？私は誰？こんなことして大丈夫？ほら大丈夫。めっちゃちっちゃくなってる。大丈夫じゃないでしょう。これを戻しちゃえば。ここは名古屋、私は先生。記憶が戻った。はいはいはい、チンチロポー。頭。失敗すると思ったけどまさかの成功だよ。失敗されたら困るんだけど。だけどなんか頭がスカスカなんだけど。だったら鍵とか財布とか入れといて。カバンみたいに使うなよ。はいはいはい、チンチロポー。ちゃ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 、チャンネル登録よろしく。